ウェストベリーのグリムストン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位、ベルラム伯爵家の部にイエスジ。ロバート・グリムストンは、王室会計長官や郵政長官補佐を務めた、政治家で、彼が1952年に連合王国、順男爵くらいの順男爵にジョイされたことに始まる。ロバートは、ウェストベリー選挙区選出の庶民委員を務めた後、 1964年に連合王国貴族として、ウィルトシャー州、ウェストベリーの、ウェストベリーのグリムストン男爵に、上る爵した。初代男爵以降は、現在に至るまでその直系男子によって爵位は、継承されている。初代男爵の孫に当たる三代男爵ロバート・ジョンが、ウェストベリーのグリムストン男爵下元当主である。なお、初代男爵ロバートは、 第2代ベルラム伯爵ジェームズ・グリムストンの孫に当たるため、歴代の男爵家当主は、ベルラム伯爵くらいの潜在的継承権者を兼ねている。一族のモットーは、節度あるは、無難なり。現当主である第3代ウェストベリーのグリムストン男爵ロバート・ジョン・シルベスター・グリムストンは、以下の爵位及び、順番爵位も有する。推定相続人は、現当主の弟である。 ジェラルド・チャールズ・ウォルター・グリムストン・閣下。初代男爵は二大白の三男の子に当たっている。ありがとうございます。